サンダース VMAX がまあちょっと今パルキアが強いんで熱いということで、うん、ただ本当に勝てるんかなというのがちょっと疑問なんですよ。ちなみに、うん、パルキア DU になるほどね、知らんけど適当言ったわ。できるならばこっち高校で試してみたいわ、はい、さすがに千人大神雷とかきつそうやん。あ、きついっすね。そうそうそう、大神雷は、うん、まあちょっとなんか弱点マッチにはなりますが、パルキアと俺も試したいし、後輩くんもぜひ練習ということをおっしゃっていただいたので、はい、そうなんですよ、やってみようかなと思います。勝ちに行くか。その T シャツ俺は持ってるわ。ですよね、これ持ってない人いないから。なんかさ、これなんか出た時さ、みんなやたらと買ってたわ、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、あい、これ今後出しじゃんやん、負けた。いいえ、後出しだろ、あいけ。全然後出しじゃない、ガチで切れそう。先行です。悪いけどお願いします、お願いいたす。ちゃんとジャッジ、俺落ちましたね、札が。はい、そんな1枚、まあ、とりあえず弱点をつけるんですよ。はい、OK、バケッチャバケッチャ、了解。いや、まあ弱点はつけるんだが、いや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 、いいいいっすか。いい、終了。ガチ、はい、ドロー。あー、俺のエモンガにオセロなしちゃったよね。違うよ、普通にいないんだよ。やばりします。1枚、クイタラン、クイタラン、ジメギリ、ジメレオン切る、余裕で切る、キオルは貪欲もせず、うん、もしかして手札めっちゃいいんで貪欲しないですね。これサンダース手張りの圧をかけます。次抜群グラス手張りで飛んできちゃうよみたいな。ジャッジ、いいね、レベルオフェザーボール。確かにこのデッキ非常によく安定しているわ。うん、ナプレじゃん相手のデッキ。難しかメスも1ぐらい置きたいね。おおおおおこれでいいや、これでいいでしょ別に。あ、おもれから貼っとくわ。おおむね勝ちだな、1枚おおむね勝ち、きついわ。進化のおこうくん、おかえります。オリジンパルキアブイスター、まあいいでしょう。召喚、召喚了解。こだわりベルトをなんと後ろに貼ります。はいはいはい、はい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 。それだったらなんかもうこのままスターポータル打つみたいなノリで捨ててもいいかもね。バケツの方でか、確かに、うん、はい、どうぞ。カップバケ、金曜神殿が消えちゃったので、ここはもうなんかスターポータル打ちに行った方がいい気がしてきたな。なんかもうなんか手張りもやめて落としちゃえば。気づいたじゃん。はい、確かにね、私もそうめさにそうさせていただく。うふんうふんはい、ケンちゃん、オッケー。3落とし、7枚。大体サンダース雪道しか入ってないもんね。そうなんだね。まあ一旦レベルボール、はい、多分この試合マナフィー置かないと話にならないので。話にならないね、話にならないよ。で、マナフィーがいない。くそ、回収してくるわ次のターン。まあいい、いいいいいい、ほんまにメッソン2体置けるんでいいっす。あー、まあそうやな。で、メッソン出します、はい、進化もします。はい、で、スターポータル使います。ます、はい、ます、失礼、はい、こうだな。そいつは、パルキアワンパンする火力ではないはず。アクネリ、うれってるわ。マフィー、うわぁ、終了。終わりか。いいえ、やってみる一応。はい、サンダス前勝つんで。オーケーオーケー、で、一旦フェ、はい、サンダースリーマックス。ういっす、勝ったな、この試合。まあ、両方進化しておきたいね、なんならこのまま、うん、後ろは進化、後ろは手張りします、うん、イコールでエレメンタルバチトラッシュ。おウェイ、かなりのなめ、あ、スピード雷、新方針で消えてるからケアしてるってこと。まあ一応それもありますね。まあとりあえず感触下等を誰、まあなんかメッソンな気がするな。あ、パス、メッソン、はい、博士で、はい、7枚引きます。いや、まあパルキアなのかな。いや、なんならさ、サンダース VMAX さっき1枚切ってたし進化できないんじゃないの。とりあえず進化、はい、して浦野工作、浦野工作さん絶対いるやん、1人は工作さん。で、フェで進化しておいて、小賢し、逃げます。はい、じゃあ、エレメンタルマッチの効果でサンダースの技の要求エネが無色って言ってるんで、雷っ子で大人類、大人類、大人類、前が弱点200で、ナメカンが乗ってる相手のベンチポットも一滴にも100なんで、
終わり。めっちゃいいカード引いたわ。1枚おおむね勝ちか。勝ち締めれよ。はい、どうぞ。ブラック工作、はい、トラッシュから返しよう。もしかしていや、トラッシュにマリーがないと確認してた。こっからでも全然マリー、はい、マリーか、まあ、マリーの結果次第俺負けうるけどね、余裕で。そう、ボスされてあのね、あれがいないんすよ。あいつマナフィがサイドに来てるから。なるほど。オリジンパルキアブイスターを後ろに下げられてボスで、うん、それがうざいね。3枚取りとかされると本当にきついんで、ここはマリーでもお祈りするしかねえ。 OK、うん、あーいやー手札よかったのにな。さーて、ジコレクイックボール、クイックボール。あー地味に雪道張り寄せるのがきちいわ。やったまあいいか、いつか引くべ。悪の練り200点。 OK 終了。同じだね、打点。ありがとうございます。オソロウってこと？そう、近いね、打点が。スピード雷つけて2枚引きます。はい。あ、新王神殿ありますよ、旦那さん。おお、あ、貼り忘れた。きちい。貼り忘れたのきちい。もう、取ったらもうモミ打つか、これ、ぶち切れて。バカタレだね。バカタレだ。はい、まあ、とりあえず、進化。はい。裏工作。まあ、こっから何でもできますよ、俺。古いなあ。るのにそんな辛そうな顔してたわけ。はい、これね、俺が雪道をまず張り忘れたこと、はい、そして、はい、ジグザグ間がなんかサイドにあること、はい、それらの要素が噛み合った結果、はい、あのね、ツツジを受け入れる結果になる。ほんと嫌だけどね。ジコレ進化の子、はい、だからもうしゃーなし、このままサイドは取る。ここは進化して、クイックシューターで地面に2点。地面に2点、ガチ。なんかメッソンな気もするけどね。変わんねえか、3-3か当たりは、うん、とするならこっちの方がいいわ。上振れた時きついから。で、新王神殿ガチでミスった。手張りはしておきます。それぐらいのハンデくださいよ、旦那さん。まあそうね、うん、そうだね。ほら、マナフィいないんですから。とすると、はい、もういらねえな。はい、もう関係ないっすわ、これ切ります。ちなみに抜群グラスさっき引きました。え、さっき取りました、あの1枚から。俺はマナフィ取れなかったのに。はい、いやいや、翡翠のヘビボール入れてないのが悪いですよね、やっぱりね。あすごいですよね。あ、まあでも旦那さん、ツツジで信用信念割れないんで、あなた。マジ。はい、こっちです、こちらので。こうしておけばボスとダンディは一緒に打てないん で、ここ取ることでクイックシュートもないから、はい、こいつが飛ぶことは絶対ない。うん、で、これでいいかなって気がしますね。うん、オッケー。大神台へ前400の400の、はい、でサイドが3枚か。いやーこれなー、ツツジな、打たれないよな、こうすると。はい、勝ち。はい、負け。旦那さんだってサンダースとさ、うん、あれじゃん、共に過ごした日々が少ないじゃん。そう、俺の方がハルキアと過ごした日々、うん、多いわけよ。ほうほうほう、これは勝ったな。面白いこと言うね。1枚、はい、レベルボール。ほんと無理、ほんと無理、ほんと無理。ジメレオン。くそ、裏工作。ツツジサイド落ちてたのが確かあった気がすんだよね。うっ、あった。たっぷりバケツいらないわ。こうやってつい君ボスやまびこでいいからね。たっぷりバケツなんと対象なし。じゃあツツジ打ちます、はい、さあ新王神殿ツツジで手張りとかしといてもいいんじゃない。あー確かに、うん、しとく。いや、いいか、はい、いやー俺新王神殿割れたのにな。バカやった。それは輝く月光が悪の練り、はい、7体いるんで200点のベルト込み230、はい、終了。とりあえずこいつ前に出して、はい、とりあえずまだ技打てないんですよ、こいつ。でしょ。はい、勝ち。あ、落ちてます。見落ちです。ちなみにほら、ガンノラさんいないですよね。いたわ。うわ、ごめんね、これね、本当はね、地面だけで勝ってたんだけどね、これと、はい、まあ、まだ倒せないんですよ。そうですね、で回収、そう、まだ倒せないんですよ、うん、じゃあ、貼りましょうか。次は去ります。効果発動、はい、カードをつけているポケモンが使う技のダメージ、ライテムバトルポケモンの弱点を計算するとき、弱点はかけ3としてダメージ計算をします。じゃあ、バトルフェイズ、やります。1000円じゃないか。じゃあね、オネスト使っていいですか。オネスト負けるわ。300ダメージだね。 100×3 の300ダメージだね、はい、ありがとうございました。オネストで、オネスト了解。おぶねー。あ
花火ないときついね。さすがに。花火ないときついね。